次は、分割の方法っていうのをね教えようかなと。分割、これもね覚えちゃうと簡単なんだけど、これを例えばこのブロックを真ん中でちゃんと割りたいという場合、こうやってね測って計算して真ん中を割り出すって方法もあるんだけど、そんなことしてると時間かかっちゃうので、ブロックの端と端を線を引く、端と端を線を引く、でここに重なる部分ができてくるので、ここをちょっと分かりやすく赤い線で書くけど、これで二分割ができます。 1,2 で同様に横に引いちゃえば、こっちもね 1,2 と分かれるので四分割もできちゃいます。バッテンでやるとね、さらにこれをこういうふうにバッテン、バッテンしなくてもここに横の線でぶつかってる、ここがもうそうなんだけど、今ちょっと分かりやすくあえてバッテンにするけど、ほらちゃんとここにぶつかる。これでさらに2等分ができる。でこっち側も線を引いてみます。でここぶつかるとこね、はい、これで1,2,3,4 等分できました。同じくね、こっち側も斜めで引いちゃう、こうぶつかったってしまい、赤で引こうかな、よいしょ、こっちも引く。今ねさっき1本でやったけど、ここがもう完全にそうなんだけど、分かりやすく、じゃあこっちは両方でバッテンして、やっぱりここでぶつかるでしょ。はい、はい、これで横も 1,2,3,4 分割をするときはこんな感じでやります。だけどね、これは消費線を使ってないで書いたので、真上からだからこのままやればいいけど、パーツがついてる時に分割をするっていう方法をちょっと説明しますね。じゃあ先にアイレベルを決めちゃいます。アイレベルじゃあここにしましょう。で今回は分かりやすく、順番にやりたいので、1点通し1個消失点、それに対してぐーんと伸びて、じゃあここに数を作ります。パースが奥に向かってるのでね、台形の形になります。じゃあこれをきれいに分割したいと。でこうなってくると、測って真ん中っていうのは嘘になります。ちゃんとバッテンを取って交わるところ、ここですね、ここがちゃんとパースのついた綺麗な分割。ここが1,2パースがついてるのでね、手前の方が長くなります。でね、縦はどうするかっていうと、ここぶつかったところと消失点を結んであげて、ちゃんとパースのついた真ん中が決まると。で1,2と、で同じ、これもさらに割りたければ分割して、バッテンを打たなくてもね、さっきも言ったけど1個引けばここぶつかるので、ぶつかる線がそうなので、これで4分割ができてると。 1,2,3,4 だん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 手前に行けば行くほど広がっていくと。1,2,3,4で縦も引いてあげて、バッテン書いて、そうするとね、ここが真ん中の部分がぶつかっているので、そこと消失点
ていうのを結んであげると、まあ、そしたら4分割ね、1234という感じでパースのついた分割ができますと。以上。分割、3分割は簡単なんだけど、6分割するのがちょっとめんどくさいんですよ。じゃあちょっとね、やり方を書こうかな。じゃあここをね、6分割したいなって時は、このまずこれをね、2分割します。2分割ここ真ん中なので、一旦もう真ん中決めちゃいましょうね。これで2等分で、ここまでできれば簡単で、こっち側こっち側を3分割しちゃえばいいので、あとは先ほどのやり方と一緒で、ここバッテン、バッテンで真ん中割り出す。真ん中ができました。真ん中ができたらこれを斜めに引いてあげると。そしたらここがぶつかりました。今度こっち側も斜めに引いてあげる。ここがぶつかりました。で線を引くと、で1、2、3、1、2、3、こっちも同じやり方をすればいいので、真ん中を割り出して斜めで引いてぶつかるとこ、引いてぶつかるとこを上に引っ張ってあげると。でこっから数えた1、2、3、4、5、6でトータルで6分割ってなります。